おはこんばんにちは。プラントムーンライダーことプラムーンです。今日は兵道の2019春夏モデルの新商品、兵道365パーカーガノっていうジャケットと、あとクマさん T シャツの方を購入いたしましたので、そちらのレビューをしていきたいと思います。まずは全体像の方別撮りいたしましたので、そちらからご覧ください。では VTR スタート。Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. それでは今回もナレーションの方で補足していきたいと思います。今私が着ているジャケットが兵道365パーカーガノになります。そしてインナーに今見えてますのが兵道のこちらもクマさん T シャツになります。少し動画が長くなりましたので、このクマさん T シャツは次回の動画でレビューしていきたいと思います。ジャケットのサイズは今 M サイズを着ています。カラーの表記はブルーと書いていますが、似た感じはターコイズブルーと思っていただいた方がいいと思います。今回のコーディネートはパンツに串谷のエクスパンドコーデュラワークパンツと、あと足元は串谷のネオブーツを履いています。バイクにまたがっていますが、そんなにライダーしていない格好じゃないでしょうか。続きましてパンツにディーゼルのデニム、そして足元は白のスニーカーを履いてみました。もうこちらのコーディネートは完全に私服の普段着といった感じではないでしょうか。こういったコーディネートですと、バイクにちょっと乗ってフラッと街中に買い物に出かけたりとか、あとはバイクに乗らない時とかでも普段着として使えるような感じですね。こうやって見ると我ながらちょっとなんか大学生みたいな雰囲気を醸し出してますね。でも年齢関係なく、こういった服装は私はありだと思いますよ。足元にブルーデニムと白のスニーカーを持ってくることで、かなり爽やかな雰囲気になってますね。このジャケットの一番の魅力は気軽に羽織れるところだと思います。この兵道の365シリーズは普段着としても使ってほしいというコンセプトで作られているんですが、バイクウェアとしての最低限の機能も兼ね備えていますので、バイクにちょっと乗ろうと思った時や通勤通学などにすごい便利だと思います。またちょっと肌寒いなと思った時の普段着の上着としても活躍してくれます。続きましてパンツに先ほどの串谷のエクスパンドコーデュラワークパンツに、シューズの方をアルパインスターズのジャムドライスターシューズの方に履き替えました。下半身が全体的にブラックになることで、ちょっとかっちりしたような雰囲気になったんではないでしょうか。今回は3種類のコーディネートをしてみましたが、皆さんはどれが好きだったでしょうか。今回着た感じはこれが正解というわけではありませんので、少しでも皆さんの参考になっていただければ幸いです。続きましてこのジャケットをアップで見ていこうと思います。それでは一周回ってみましょう。ちょっとフードの部分を見ていただけますか。フードの部分をよく見ると、フードの先に帽子のつばのようなものが見えます。実用的というわけではないんですが、私はちょっと変わっているなと思いました。ちなみにこのフードはベルクロがありまして、ベルクロの中に収納することができます。今触っているところが上腕のバタつきを抑えるためのドローコードがついています。これを絞ることによってかなり腕を細くすることができます。ただしあまり締めすぎるとボンレスハム状態になってしまうので気をつけたいところですね。裾の方にもドローコードがついています。こちらの裾のドローコードを調整することによって身幅の方も調節することができます。またここを絞ることによってお腹の下からの風の侵入も防いでくれます。
But it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. 今触っているのはフードについているドローコートなんですけども、こちらを絞ることによってフードも縮めることができます。ただここを絞るとフードがぐしゃっとなってしまうんで、私は使うことがないですね。ただ本当にバタつきを防ぐんであれば、このフードは先ほども言ったように中に収納することができますので、あまり使うことはないんじゃないでしょうか。このジャケットの唯一の弱点といいますか、私が気に入っていないところが一つ、このフードの部分です。このフードが少し綺麗なシルエットが出てくれないところです。結構綺麗に念入りに綺麗なシルエットを出そうとしても、なかなか綺麗なシルエットはなりません。普段着でもありませんか？フードが綺麗に立つパーカーはかっこいいんですが、フードの部分が綺麗に立たないパーカーやよれているようなフードでは、そのパーカー自体がかっこよくないですよね。ですのでこのジャケットは私はトータル的にはある程度気に入っているんですが、このフードの部分だけちょっと気に入ってないところです。腕の先の部分もベルクロで緩めたり絞ったりすることができます。ちょっと前を開けてみましょう。今何を触っているかというと、ジッパーの先に、これは珍しいなと思うんですけども、なんかストラップがついてるんですよ。365っていう書いた。ちなみにジッパーは安心の YKK であります。今何をしているかというと、中がメッシュ素材になっているのを見ていただきたかったんです。ポケットはこの胸の部分に左右に2箇所あります。でも深さの方があまり深くないので、ちょっとした小物を入れるような感じですね。私なら目薬ぐらいを入れるような感じです。今手を入れていたポケットは結構な深さがありますんで、財布なども入ります。ちなみに内側にはポケットが一つもありません。今開けたジッパーの部分から背中や肩、肘のプロテクターを入れる仕組みになっています。このジャケットは標準では何のプロテクターもついていません。ただし後付けでチェストプロテクターなどもつけることができます。ここにクマさんマークが隠れています。可愛いですね。これいかがだったでしょうか。まずサイズの方ですが、私の身長体重が168センチの60キロで、 M サイズの方を購入いたしました。ジャケットのサイズ感といたしましては、だいたい普通の大きさの作りだと思います。 S サイズではかなりきつかったですし、 L サイズも着てみましたけども、 L サイズは結構かなりでかかったので、本当に M サイズがちょうどの大きさです。本当に M サイズでちょうど着心地がいい大きさですね。どこかきついところがあったりとか、そういったことは全然ないです。本当に M サイズがベストでした。串谷との比較なんですが、串谷のサイズ感は M サイズだとほとんど S サイズと思った方がいい感じなんですけども、こちらの兵道のこのジャケットに関しては、本当に M サイズは普通のアパレルのブランドの服の M サイズと一緒のような感じです。私が買ったカラーはブルーの表記になります。このジャケットは4種類のカラーリングがありました。このブルーと、あとベージュとグレーと、あとブラックがあります。私が着ているこの色味はブルーという表記ですけども、ターコイズブルーのような色味だと思っていただければいいと思います。結構ジャケットでは珍しい色味だと思います。私は色の方でかなり悩みました。ベージュも良かったですし、グレーも良かったです。グレーは他に違うジャケットで私は狙っているのがありましたので、グレーはやめたんですけども、ベージュの方も良かったですね。ベージュもすごい良かったんですけども、ベージュだと他のアパレルブランドとかでも似たようなジャケットがありそうだったので、この珍しいブルーというターコイズブルーみたいな形の色味に私はしました。本当にバイクアパレルではなかなか見ない色味だと思います。でこのジャケットの機能面なんですけども、兵道のカタログとか見ても
機能面に関してはあまり何も書いてないんですよ。これが撥水であったりまたは防風であったりとかっていう、そういう記述が何もないんで、一応兵道大阪の店員さんとかにも聞いてみたんですけども、あまりよく把握されてないような感じでした。ですのでこれは自分で実証しないといけないなと思って、この間このジャケットを着て走ってみました。兵道と串谷の商品の違いとして、串谷の製品ですとカタログの方に防水が1万とか糖質が3000とかそういった数字が書いてあるんですけども、兵道のカタログにはそういった数字とかが何も書いてないんですよね。ですのであんまりわからないんですよ、どれぐらいの機能があるのかっていうのがわからないんですよね。で、兵道の製品は結構串谷の製品に比べて数が結構種類が多いんで、多分兵道の店員さんもあまり把握してないのかもしれません。で、まずこのジャケットの撥水なんですけども、撥水に関しては家でちょっと水を当ててみたんですよ。そしたらもう一瞬で染み込みました。全く撥水はなかったです。もうすぐに染み込みますね、水が。で、暴風についてなんですけども、この間このジャケットの方を気温が10度前後の気温で、中にクマさん T シャツを1枚着てこのジャケットを羽織った状態で走ってみたんですけども、そしたらちょっと暴風機能はついてるかなとは感じました。同じ環境下で中にインナーにクマさん T シャツを着て、で、串谷のフィンジャケットの方を着ても同じような感じで走ってみたんですけども、一応串谷のフィンジャケットの方が防風っていうのがついてますんで、それとほぼほぼ同じような温度差の感じを受けましたので、多分防風の方はついてるのかなと思います。この防風がついてるかどうかも買って自分で着てみないとわからなかったんですよ。着て走ってみないとわからなかったですね。兵道のお店で試着しただけではわからなかったです、防風がついてるのかどうか。この兵道の365シリーズは普段着で使っていただくようなシリーズで出されてますんで、まあ、そこら辺が暴風がついてるのがちょっと心配だったんですけども、実際走ってみて暴風の機能を感じましたんで、それは良かったです。暴風の機能がついていて、暴風がついてないとただの本当にパーカーっていう形になってしまいますんで、あまりバイクに乗って使える機会が少なくなってしまうなと思ったんで、その点は良かったです。同じ環境下で同じ気温10度前後で同じインナーにクマさん T シャツを1枚着た状態だけで、このジャケットとクシタリのフィンジャケットと着比べて走ってみたんですけども、ほぼほぼ違いはなかったですね。体感で受ける温度差はほとんど変わらなかったですね。ただ本当に細かい違いとしては、クシタリのフィンジャケットは結構襟が高くありますんで、首元からの風の侵入が少なかったんですけども、こちらの兵道のパーカーに関しては首元からの風の侵入が結構感じました。ですので首元が結構寒かったですね。ただ逆に腕周りなんですけども、腕ら辺に当たる風の感じとしては、逆に串谷のフィンジャケットの方が若干肌寒いなーっていう感じがするんですけども、この兵道のパーカーの方が腕の部分に関しては若干あったかいような感じがしました。それはなんでかなって思ったんですけども、串谷のフィンジャケットは結構腕周りがかなりタイトなんで、まあ、すぐになんか表面の風を感じてしまうのかなっていうのが受けたんですけども、この兵道のパーカーに関しては結構腕周りもゆとりがありますんで、その分風をすぐに感じないのかなって思いました。胸ら辺に受ける風の感じはほぼほぼ一緒でした。ほとんど温度差変わらなかったですね。どちらが寒いとかどちらのが暖かいとかそういったのはなかったです。このジャケットにはドローコードが3箇所ついてます。上腕の部分とあと腰の部分とあとフードの部分にもついています。その腕周りの上腕の部分に関してはドローコードを使わなければ結構ゆとりのあるサイジングでした。このジャケットは
サイズの方が大きすぎず小さすぎずっていう感じですし、また重さの方も軽いんで本当気軽に羽織れるかなと思います。本当普段着でも全然着れると思いますね。ジャケット普段着でも使ってほしいっていうシリーズになりますんで、標準ではパッドの方は何もついていません。標準でパッドの方は何もついていませんが、後付けで肩、肘、背中、あとチェストプロテクターの方も付けれるような仕組みにはなってます。このジャケットが防風がついていなければ、本当に近所をちょっと走ったりとか、もう普段着で使おうかなと思ってたんですけども、防風機能がついてそうだったので、ちょっともしかしたらパッドの方を入れて走るかもしれないです。まあ、撥水とか防水機能は全くついていませんので、まあ、長距離のロングツーリングの時に着ようとは思わないですね。気軽にバイクに乗って気軽に羽織れるようなジャケットの使い方だと思います。この兵道のこのカジュアル路線365シリーズ、私結構好きですね。まあ、私の好み的なものがあまりジャケットとかライダーライダーしたものがあんまり好きじゃないので、こういったカジュアルめのやつが結構好きですね。この兵道のジャケットは春夏モデルになりますんで、ただ私が現在撮影しているのが3月まだ上旬なんですね。ですんでまだ冬の状況でこのジャケットを羽織っている状態なんで、まあ、本来の気温でのレビューではありませんので、まあ、参考になるかどうかはあまり分かりませんけども、まあ、少しでもね皆さんの購入検討の参考になれば嬉しいです。それではこの動画が良ければグッドボタンを、またチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。